八部族。八部族、アメリカで6割蜂がいなくなって、韓国だと5割、2年連続から今年のデータは出てないみたいな。あ、韓国も？そうなんだ。へぇ。で、中国は中国に行ってきた人に最近話聞いたんだけど、中国はこの話は一切出てないらしい。お、全く正常らしい。で、日本もどのくらいダメなんだろうな。日本は、日本の素晴らしいところは、うん、誰もその数字を追ってないっていうことと、なぜあのいきなり蜂が不足したのかっていうのを誰も調べてない、分析してない、分析してない、うん、まあそういう立ち位置にあの予報はあると。へえ、それがよく分かったってことかな。そうなんだ、うん、俺もびっくりしたんだよ。興味対象じゃないんだね、うん、だから蜂飼ってる人はちょっと肩の力を抜いていいんじゃないかと。うん、血が足らなくなるから花粉交配の方が足らなくなるとか、そんなことはあの奇遇です、そう、奇遇ですと今年感じたことだな。すげえなと思った。あ、そうなんだ、うん、で例えばこんなものを自宅で作ってるのもあの全くの違法なんだよ、うんうん、違法なんだけど、その前にしてやってるんだよ、あの手間をかけずに蜂を育てる方法がないっていうのは、だからいかに手間をかけずに蜂を正確に育てるかっていうのがポイントになるんだけど、今の日本の法律を守ろうとすると手間でしかない。あ、めちゃくちゃ手間かかるよ。まあかかるけど、それでうまくいくかっていうとまた別の問題があるんだよ。ああ、そうだね、うん、例えば夏場に産卵切らして、冬場に産卵切らして、そこにアピバールを入れるっていうのは、そのアピバール自体の効果が8割しかなかったとしたら、うん、うん、堂々巡りなんだよ。そうだね、うん、で今こういう産卵がある状態で薬入れて 100% に近い状態で効く薬って世界中一切ないの、うん、周産期産とかっていうのはあの基本的に何だ、安定してないんで、やっぱり気温だとか湿度とかに影響されるんで、効く時もあれば効かない時もある。で化学薬品の方がはるかに安定してる。ところが頼みの綱のアミトラとか、多分だからアメリカとかでは蜂がなくなって、韓国でも蜂がなくなって、日本でも蜂がなくなって、アミトラが効かなくなって、ああ耐性ができちゃったってことか。そう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 、もう結構前から言われてたけど、そうそうそう、ついについにそういうことなんじゃないかと蜂が勝つわけだけど、そんなことを誰も調べてない。アメリカじゃ調べてるけど、日本じゃ誰も調べてない。不思議だね。だからそんな薬をだからカゴに散々手間かけてカゴに入れたところでダニが2割残ると、うん、永遠にだから定期的にカゴに入れ続けるってことをしないと、だからカゴに入れたら本来だったら産卵切ったら 100% ダニが落ちる薬がないとダメなわけ。そうだね、意味ない、ね、それがないんで、とりあえずその産卵を切れば今の状態ではおそらく効くだろう、うん、アピバールはね、うん、その前提に作業を組み立てなくちゃいけないんだ。だけどうちの兄さんは去年5箱試したら3箱そのカゴに入れる前に女王を殺したと。これは無理だと。これはどうしようかって話で、コリさんはだから
アイデアを出して。本心を削っても働いてもらう、うん